フランツ・グリルパルザー。フランツ・グリルパルザーは、オーストリアの劇詩人。ウィーンの弁護士の家庭に生まれ、ウィーン大学で法律を学ぶ。大学時代に父を亡くし、母と三人の弟を養うために、弁学の傍ら家庭教師をして過ごした。1814年より、大倉省に採用され、役人として務め始める。 1816年、ブルク劇場の監督、ヨーゼフ・シュライフォーゲルと知り合って、彼の指導を受け、処女作品、先祖の女亡霊を執筆。1817年に、ブルク劇場で上演されて、成功を収め、役人勤めを続けながら、劇作家としての活動を始める。1817年に、弟の一人が受水自殺。1819年に、 母が精神錯乱の末自殺、またこの時期に、いとこの妻との不倫関係に陥るなどの苦難に見舞われながら、サ作ー、金曜日、主人の忠目、海の恋派の恋などの劇作品を執筆し、成功を収めた。熱烈なヨーゼフ主義の信奉者であったクリルパルツァーは1819年のコンコルダート締結に起こり、ピュース七世を揶揄するし、 カンポバキーノを書き発表したために、フランツ一世の不況を買い、要注意人物として、作品の作品は検閲の対象となった。1827年のベートーベンの逝去の際には、追悼の演説を行った。1832年には、宮廷資料室長に任せられ作品執筆のための、 十分な時間を確保できるようになるが、1838年に執筆した、嘘つきに災ざわれのブルク劇場での初演が不評であったことをきっかけに作品を公的に発表することをやめ、以後に執筆した議曲は一切出版、上演を認めなかった。1848年の3月革命では、ヨーゼフラデツキー将軍を称える詩を書き愛国詩人としてもてはやされる。 1850年にマクシミリアン大公から死を添えたファンレターが月桂樹の一種と共に届き、これにグリルパルツァーが霊場を送ったことを機に交流が始まり、マクシミリアンがメキシコ皇帝になると彼にグアダルーペ十字勲章を受賞している。1867年にメキシコでマクシミリアンが銃殺されるが、その遺体を引き取りに赴いた。 ビルヘルムフォン・テゲトフ提督が1871年に休止すると提督の銅像をボーティフ教会の前に立てる主衣を提案している。晩年にはブルク劇場に就任したハインディ・リヒラーベによってクリル・パルツァーの再評価がなされたが、前週出版の企画などにも応じず、生涯独身のままひっそりと世を去ったクリル・パルツァーの墓、ありがとうございます。